こんにちは。手で芸をするコミーです。昨日はたくさんのお祝いコメントありがとうございました。とっても素敵な一日になりました。はい、ありがとうございます。はい、今日からもまたバリバリ動画を上げていきます。はい、今日はね、新しいものですよ。やりたいものをね、どんどんやりましょう。はい、で、輪針を使います。ちょっと糸の紹介ですね。これは両方ともパンドラハウスさんの、積み放題ですね。はい、でこれはアクリル100、棒針3から5号と、こちらはアクリルとウール、棒針4から6号。はい、で5号を使います。あいきなりあーとか言って、今日は寒、震えるイギリスゴム編みやります。そう、ずっと気になってたから、2色を使ってこうスヌードネックウォーマーみたいなのをやっていこうと思います。でね、作り目最初にしとけばよかったな。数えるところがありますね。ちょっとだから無言になっちゃうところは早回しにするかなと思うので、黙ってやろう。はい、では数えるので早送りスタート。はい、できました。編んでいきますね。予習はしましたが、もしわからなくなったら、カメラを止めて調べますはい、まず最初は一緒に編む。ちょっと待ってね。はい、そしてかけ目、喋ってると絶対間違えそうな気がするけど喋らないと動画にならないね。はい、昨日ね、久しぶりにやったあのお気に入りの糸のやつ、やっぱり間違えてたんですよ。久しぶりだったのもあって、で後で
その撮影後に編んでいたら、まあやっぱりねカメラが回っているとテンションっていうかなちょっと違うんですよね。もちろん自分も気分を上げてカメラを回しているのでそうなんですけど、まあ落ち着いて編んでみたら、ああ違ったみたいな。だけどちょっと戻るっていうかな、ね棒編みだから解くのも大変なので、まあそのままやっちゃおうかなとは思ってるんですけど、まあだからやらないでいると忘れちゃうんだなっていうことをすごく感じて、まあだからといって一個のものを編み終わったら次みたいなことは絶対にできないけど、まあその編みかけがたくさんあることのリスクみたいなのをね改めて感じました。分かってはいるけどそうだよねみたいな。まあだから私の場合はね動画がこう記録として残っているので、その動画を見ると思い出すとかはあると思うんですけどね。まあでもきっとそんな見たりもしなければなかなかね忘れているままあ多分覚えてるでしょうみたいな感じで編んでしまうこともあるので、その注意が必要だなっていうのを感じました。本当に気分がね大事なんですけど、まあ、乗ればガツンってやれるのに乗らないと本当にできないっていうのはね、まあいい時もあれば厄介な時もあればまあいろいろですけど、しょうがないですねこればっかりはね。昨日の満月見ましたか？すごくまあ地域によってね見え方違うかもしれないですけど、すごく綺麗でしっかりと見えました。大丈夫かな。え？あーまたこういうことやってるよやだーやだーやだーもうやだ飲み物行こうかな。今日の飲み物やけくそだ。タピオカほうじ茶ラテ。あーもうやだどうしましょうか。どうしましょうか。いただきます。半分だちょうど。これちまちま今ほどくしかないの？もうなんてこと。あらら。一気にダーってやっても多分。ダメだろうな。はい今日は早送りばっかりです。
なんて日だ。喋れなくなる。まあそんな日もあると自分を慰める。ブログの方でもねコメントいただいたりするんですけど、イギリスゴム編みのセーターだったかな、あの編むという方がいらっしゃって、素晴らしい素晴らしいと思います。あのこのイギリスゴム編みをね、いいあのセーターイギリスゴム編みじゃないって教えていただいて動画でね、であのセーターやっぱりねすごくいいんですよ。あの軽くてあったかくて、だからあの本当に編めるんだったら自分のサイズに編みたいなって本当に思います。まあただね、まあセーターとなればかなり対策ですね。だからそう簡単に手が出せない感じで、まあこれになったわけなんですけど、本当にあのね素敵なものが自分の手でできたら最高ですね。本当にそう思う。あのね、まあミシンをやっていたのもあるのかもしれないんですけど、ミシンで洋服作るのはそんなに時間はかかるけど、そのやっぱり編み物に比べたら早いんですよね。そう、まあ洋服もそのすごく丁寧に細かいところまであのきちんと手をかけて作ればもちろん時間はかかるんだけど、編み物に比べたらやっぱり早いだなって思いました。編み物をしてみて、あの大きいものを作ろうと思うとねえらい時間がかかるから、洋服の時もあのどうしてもね早く完成させたいから、すごくどん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 シンプルになっていくんですよね、私の場合。まあなんていうかな、難しい、こうすごく細かい作業があるものとかも作ってみたいなって思ってやったりしたことはあったんだけど、まあそれよりもあの早く出来上がるものについ手が伸びてしまっていたんですよね。まあだからそれよりも全然編み物は時間がかかるから、本当に根気ですね。まあ私の場合は根気というよりもその編み終わるまでその編み物、それに対するこうモチベーションをどうやって維持していくのかみたいなことなのかなと今は思います。本当に小さいものでもね、あのちょっとテンションモチベーション下がっちゃったらなんかもう一気にやる気なくなっちゃったりとかするから、あのまああるんですよね、そのまあ食べ物とかでもそうだけど、本当に食べたいのか目が
欲しがってるだけなのかとか、から編み物もまああのね、皆さんいろいろな可愛いもの素敵なものを編んでらっしゃるから、編みたいって、私も編みたいって思うんだけど、本当にそうなのか、まあ見ていていいなって思うのと、まあ、自分で本当に編みたいものなのかみたいなところの差なのかなとか思うことはあります。で、今まで私あんまりね、自分で作ったものを使わないタイプだったんですけど、まあ使えるものができたら使うですね。だとしたら、その本当にそれ使いたいのかということなのかな。見てて可愛いなとか素敵だなって思うけど、実際それ使うのっていうものとか、私が使うのっていうものとかをこうしっかりと判別できると、対策でももしかして編めんのかしらとかねそんな風にちょっと期待もしたりして、そんなのもあるんですけど、合ってるかな雨風。でも今更だけど、わかんないけど、これ外側だから内側から取るかな。これはちょっと不安はありますが、まあ間違ってたら違うよって教えてくださいわかんないな自分じゃまだわかんないな。ちょっと真剣すぎて喋れない喋れないわ。そうだ、昨日ね、あのコミー散歩のね、アクションカメラのその音声が入らない、取り込めないというねことがあるんですけど、
ちょっと息子に見てもらったりしたんですよ。あのカードリーダー古いんですけど、息子はそのカードリーダーを使って Mac に取り込めたということなので、取り込めなくはないですよね。で、私の Mac にはなぜ取り込めないのかみたいなことをね、ちょっと見てもらったというか、まあ、あの、はい、見立てというかね。で、まあ、そのまだ分かんないです、もちろん。あのそれが原因かは分かんないんだけど、まあ、SD カードの容量とか、私はいっぱい取るかもしれないと思って64にしたんだけど、息子が使ってるのは32だった。だからそのカードリーダーか、もしくはパソコンかわかんないけど、その容量が、対応できてないんじゃないかみたいな見立てもあったりして。そう、カードリーダーね、もう古いから新しいのと思ってはいるんですけど、そのカードリーダーを64対応のをもし購入したとして、パソコンは果たしてついていけるのかみたいなのも分かんなくって、ちょっとそれも調べてからにしようと思ってまだ調べてないんですけど、まあスムーズにいかないことみたいなそんな印象がありました。まあでも息子がね、その32で取り込めたっていうのが、分かっているなら、まあ、32 の, ソフあのカードでねやってみるっていうのが、まあ一番最初にやることかもしれないとか、これ一個違う、そういう場合はどうしたらいいかなこうやってもダメでしょ。これをちょっと抜かしてみればいいの？じゃなくて、細いやつ。すればいいのかな。なんかちょっと、なんかこの辺おかしいぞ。喋ってたからかもしれない。なんで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 。なんか欠け目、滑り目ばっかりになってる。これはやり直しな可能性大あ、でもそしてまた元に戻ってる。あ、でもまたダメだな。ちょっとこれはダメです。はい、またリベンジします。これ途中からになると思うけど、動画はダメだダメだダメだはい、こんな終わり方
イギリスゴム編みのネックウォーマーを編み始めようと思ったところが大失敗の巻いいよねこんなでもね時にはてかもういつもそうだけど、はい、そうします。はい、インスタグラム、ツイッター、ブログもやっています。よろしかったらフォローお願いします。説明欄にリンクが貼ってあります。はい、2月の11日月曜日祝日、イベントに参加させていただきます。イベントの詳しい情報は説明欄にリンクが貼ってありますので、興味のある方はご覧ください。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。